け、試合後のインタビューで純也くん、おめでとう。タケノコいうところ大好き純也、改めておかえり。久保の純也くんおめでとうがすべて。南野選手の誕生日の時もそうだけど、久保選手のこういうとこマジで好き。試合についてのコメント終わりで食い気味に、純也くんおめでとうが自然に出てきてる感じがいい。純也くんおめでとう、同感です。タケ、かっこいいわ。タケと稲妻はポジション争いもしてたけど、お互いほんまリスペクトし合ってていいね。年齢も性格も違うけど、めちゃくちゃ仲良い。久保、もう立派なエース。いつかキャプテンもやってそう。メディア対応のセンスありすぎ。毎回久保選手のインタビュー見てて思うけど、回答が頭の回転の速さ物語ってるよな。単身、文化や言葉の違う異国で戦い、成長した日本人は他国の中で受けた思いやりは優しさを内包した人間力に育ったのだろう。タケは日本人の誇り。純也が幸せなら OK です。